皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。ちくわの散歩が大変です。さあ、ちくわの散歩で公園に来ています。ちくわ今日すごい元気だね。君すごい走り回っているんですよ。今日周りにですね、ワンちゃんが今結構いるので、もうとにかくはしゃいでいます。もう走り回って、一旦休憩、インスタライブです。一旦休憩です。走りたいよね。一回走りますか？一回走るかい？一回走る？一回本気の。走りました。あ、こんにちは。こんにちは。ごめんね、ちょっと今ねバタバタしちゃうんだけど。怖くないよ。こんにちは。ちょっと怖いね。ごめんね、まだ赤ちゃんだからちょっと暴れちゃうの。ありがとう、バイバイ。ありがとう。ほら、よかったね、遊んでもらえて。今、お子さんが遊んでくれたので、一回カメラを外しました。今、一回、子供たちが見に来てくれました。いや、大変、この今日、すごい元気すぎて、もう、テンション上がってますね、公園来て。お子さんが、そう、あのワンちゃん連れてるとね、お子さんがね結構見に来てくれたり遊びに来てくれるんですよ。よかったね。君はもう本当に可愛い可愛い言われるね。映ってる影もお美しいだって。もうね、あのちくちゃんと一緒だと本当ね服ボロボロにされるので、散歩はねもう T シャツになんか破かれてもいいズボンみたいなの履いてます。なんかブラウスみたいなのだとね、普通の私服だとほんとね破かれちゃったりするので、あと泥んこになるので、白い服だと真っ黒になっちゃうんで、基本的にはもう汚れてもいい格好じゃないとちくわの散歩はまだできませんね。大人になったら変わるのかな、ワイルドね。とそうなんです。あらっぽい。今日は楽しいんだよね、このね、あんまり来ないとこだもんね。あんまり来ないところなので、もう一回走る？もう疲れてきた、さすがに。もう一回走りますか。行くよ、ちくちゃん。スキップすると喜んでついてきたりするんですよ。ちく、ちく、ちく、ちく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 、もう私が大変、疲れちゃう。ちくちゃん、ちくちゃんの走り見せてあげてよ、みんなに。みんなにちくちゃんの走りさ、見せてあげてよ。そんなもんじゃないよね。ちくちゃんめっちゃ速いんだよね。ちく、行くよ。ちく走る？ちく、ちく、ちくちゃん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 、ちくさあ、疲れたよ、ちくちゃん。ちくちゃん疲れたよ、もう。はあ、撮る方大変。陸上部を任す。ほんとそうです、もう。大変。この子の散歩。ちょ、どこ行くの？待って待って。待って待って待って。待って。はあ、ちょっともうさ、君さ。アイリンってリード巻き取り式のにしてないのね。巻き取り式って何ですか？あの、にょーんって伸びるやつ？もうこの子はね、ちょっと赤ちゃんすぎるので、まだ、あの、結構ね、短く持ってます。あっち行ったりしないように。危ないところ行かないように、こうやって短く持ったり。なので、伸びるのってちょっと、まだこの子には早いかな。もうね、暴れん坊ちゃんなのでね。疲れたね。お水飲むと。そうですね。お水ね、ちょっとあっちの、ベンチの方置いてきちゃったね。飲むかい？お水取りに行く？次はスタジオで
ちくちゃんスタジオだと狭いよねーねーわしゃ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 ねえほらしつけも大事よと。でもしつけ結構成功したと思いますね。吠えないし、めったに吠えないですこの子は。よくね、あのピンポーンってチャイム鳴ると吠えるって聞くんですけど、チャイムもね全然吠えない。うん、ちくわ色しとりますわって。ちくわ色ですよね、ちくわ。私はもうコッペパンって呼んでるんですけど暴走コッペパンで、チョココロネつけてますね、尻尾ねパンみたいですよね、しばちゃんの色ってね吠えないのはでかい。そうですね、あと人懐っこいとは言われますね。お散歩してるとしばちゃんと一緒に暮らしてる人に結構会うんですけど、なんか本当に人懐っこいし人見知りしないですねってすごい言われるので、ちょっとね普通どんな性格かあんまりわかんないんですけれども、よくねえらいねって褒められるんだよね。ちくーちくちゃんちくちゃんかわいいねチョココロネ、尻尾チョココロネなんだよねこれね。うん、あら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 こっち見てと全然カメラを見てくれないですね。うん、後頭部、後頭部かわいいよね、ほら。ああ、もう一回、じゃあ最後にもう一回走るとこ見せますか。うん、ほんま動き回るなと。いやちょっと疲れてきた方だと思いますこれでも。最後にさ、途中から見に来てくれた人のためにさ、もう一回走るとこ見とく、見せとく。ちくちゃん、ちくちゃんの走り見せとく。ちくちゃん行くよ、ちくちゃん行くよ、うおちくちゃん、うおちくちゃん、うおやめて、疲れたよ、ちょなんで飛びついてくるの、ちょっと全然ダメだ転びましたね私が。ねえほら全然走ってくれないじゃん。影でアイリンってわかるだってあ、疲れたよ。なんで私の周りをぐるぐる回るんだい君は早い、そう早いんだよ。お、偉いじゃん、落ち着いてきたじゃん落ち着いてきたじゃんあ、取れ高という概念を、そうですね、取れ高はあったんじゃないかなって思います。画面酔いしそう。そうですね、ちょっとね画面はもう今ねものすごい暴れると思うので、画面酔いしそうな方はちょっと一回視聴お休みください。もう一回走るか、最後にもう一回走ってインスタライブ終わる。ちくちゃんどうする、君まだ元気、行くかい、見せてやってよ、ちくちゃんのその脚力をさ。うん、ちっちゃいけど走るの早いんだぞって。じゃ、ちくちゃん、行くよ。ちくちゃん行くよ。うーちくちゃん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 楽しいね、楽しいね、ちくちゃんちくちゃん暴走するやん、すぐ。ちくちゃん、楽しいね。褒めて伸ばすタイプ。そうなんですよ、だって。なんか、ちくわのお散歩ですけど、なんか、ちくわのために、ついてってあげるよ、みたいなの、かわいそうかなって思って。私も、楽しむようにしてます、全力で。ね。だって一緒に来てるんだもんね。うん。ちくちゃんまだいけそうだな。ね。なんか全然体力余裕なんですけど、って感じだね。陸上部そんなもんかって。元陸上部そんなものかって感じの、今余裕見せてますね。ちょっとちょっとちくちゃん、ちょっと引っかかってるよ、引っかかってるよ、はい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 、ちょっと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 ちくわちゃん元気、もうおてんばなんです。アイリンの散歩だろうと、ほんとそう、どっちがお散歩させられてるのかわかんないですよね。私がちくわのお散歩をしてあげるよじゃなくて、私の運動不足を解消させてあげるよ、ついてきなって感じに見えますよねあ、もう一回走っとく、君まだ体力余裕なんでしょ、もう一回走っとく、ちくちゃん今
もうねこの公園が貸し切りみたいになってます。人が今ちょうどいないので、じゃあ行くか、ちくちゃん、ちくちゃん勝負だよ。さあ、じゃあちくちゃん、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 負けだよ、ちくちゃん、負けました、ちくちゃん、君の勝ちだよ、ちくちゃん。すごいね、ちくちゃんは。あー、偉いね。よち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 。偉いよ。楽しいね。ちくちゃん楽しいね、お散歩ね。では、ちょっとお水とおやつタイムにしたいと思いますので、インスタライブここまでとさせていただきます。それでは、ちくちゃん、ほら、みんなにありがとうって。みんな見てくれてありがとう。ありがとうって言って、ほら。ほら。もうね、今、それどこじゃん、もう、この、もう、とにかく遊ぶので、集中して。じゃあ、皆さん、ありがとうございました。終わりたいと思いまーす。終わりまーす。ありがとうございまーす。なんか一日頑張れそうだって。そうですね。皆さんもぜひ、いい感じに、こう、体を動かしてね、今日も素敵な一日にしていただければと思います。午後も頑張りましょう。それではありがとうございました。